ブラビアカムのデモをちょっとやってみたいと思います。先々週のアップデートで、ブラビアカムという機能が、大幅に機能向上しました。あのジェスチャー操作というのができるようになったので、ちょっとそれの実際を見てみたいと思います。もうすでに、ブラビアカムこれ A95K なのでついてるんですけども、ここで手を挙げるとですね、もうすでに、ここで操作ができるようになります。ちょっとやってみます。はい、ここで手のマークが出てきましたね。ここでこっちにすると一時停止できました。一時停止ができました。パッとやって こっちにやると再生します。それ と、これで音量とかも上げることができます。こういうふうにやると音量が上がります。すごい、なんかそっか、サステナブルな素材に全部なってるんですね。ビニールとかではなくて、音が聞こえてきました。紙っぽい素材で、中が統一されています。バッテリーなんかもこういう音が聞こえるようになりましたね。ちょっと下げてみま す、ね、でバッテリー FZ100 でこの位置でずっとこうやって保持しておくと音が下げられると。そして、はい、でももう皆さんここで思うわけですよ。それやるぐらいだったら、手を動かすぐらいだったらリモコン使った方がいいんじゃないかなと。もちろんそうですね、リモコンが手元にあればこれで操作した方がこんなに大きくジェスチャーする必要はないので、楽に操作ができると思うんですけども、リモコンが手元にない時とかそういう時はこれでやってあげると、でグーにするとこのまま電源オフになります。こういう使い方はちょっとできるかなと思います。電源入れるときはちょっとできないので、その時はやっぱりリモコンを使うことになります。それとあともう一つ、自動でですね、補正をしてくれる機能がついてます。画質設定のところから、ちょっと下の方に行って、ここにレーダーチャートみたいのがあるんですけども、これがですね、カメラで人の場所を認識していて、例えば今こういうふうにこっちの方に寄ってくると、ちょっと近接アラームが出ましたね。今ですね、ここにレーダーのようなチャートが表示されてますけども、これが、視聴者がどこにいるのかをこうやって見てくれているところですね。でこの今音のバランスが変わったの分かりますか？こちら側に僕が来てると、音のバランスを左の方に寄せるよっていうことをやってくれます。逆に今度はちょっとこっちの反対側の方にこっちに来てみると、今度は音のバランスというのがぐっとこっちに寄りました。こんな感じで、視聴者の位置を特定して、それに合わせて明るさとか、こういったもの、人がいないっていうふうに分かったら、画面を暗くしたりとかっていうこともやってくれます。そして、よいしょ。これはもういいな。こうやって、テレビに近寄って見てる場合、こんな感じで、そうすると離れてみてくださいっていう表示が出ます。それでも僕が近寄らって離れないでいるとどうなるか、こうやって、画面を隠してしまうんですね。見えなくしてしまいます。それでもさらに、こうやって近寄って見ているとどうなるのか、離れてみてください。はい、それでも離れません。近すぎアラートっていうんですね。そうすると画面全体がもうこうやって消えてしまって見えなくしてしまうというような機能がついています。小さなお子さんとかでテレビにあんまり近寄らないでねというようなことをやるときに、この機能を使うと割と見えなくしてくれるかもしれないですね。